キチャンネル。ちょ、さあ行きましょう。金曜日です。総チェック。はい。ということでね、火水木3連戦をどこよりも詳しく説明するね、解説するこの佐々木チャンネルのね、総チェックの時間やってまいりました。ということでね、両リーグとも混戦でね、面白い戦いになっていますね。ということでね、長くなりますから今日も行ってみましょう。火曜日、水曜日、木曜日の3連戦、中には2連戦もありましたけども、セバ両リーグ全試合を総チェック。はい。まずは、日本ハム対ロッテ。18日2対4でロッテ、15日3対4でロッテ、そして20日2対0で日本ハム、ロッテの2勝1敗で勝ち越し。今季ね、対ロッテ戦日本ハムやっとね勝利っていうところになりましたけども、火曜日から振り返っていきましょう。18日ね、ロッテ先発大島、6回3分の1 84球2安打6三振3四球1失点と、まあ、やっと勝ったね。な、昨年ね負けが、混んでたけど、まあでもこれはね本人が悪いわけじゃなくて、ちょっとね、まあ、打線とのね兼ね合いの問題もあって、まあ、大きくね、負け越して行ったんだけど、まあそんな心配はしてなかったけども、投球自体でね、そこうまく連動してね、打線と噛み合ったら、まあ10勝は勝てるね、今年ね。そこら辺はね、しっかり頑張ってもらいたいっていうところと、日本ハム先発金村ね、ちょっとね、腕の張りで、登録抹消になっちゃったけども、この試合はね、6回91球、4安打8三振、無四球4失点で自責にっていうところでね、まあいいピッチングしてきたけども、守備に足引っ張られるっていうところでね、日本ハムはね、3回裏、ダラマ、ね、先制の新人ホームラン1番乗り。ナイスホームランレフトに打ってね、なまらならまいいぜねっていうところで1点先制したんだけどもね、ロッテ4回表、藤原が、スリーベース打って、でトムスイがねセンター前同点タイムリー打って、ね、中村さんち山口ピッチャーゴロで、ここまでで良かったんだけどもね、2アウト2塁から安田打席でね、ワイルドピッチスプリットフォーク系ね、これはね伏見のねブロッキングの姿勢に入るのが遅いんだよね、遅いから大きくね弾いちゃうっていうところでね、ランナーが三塁行って、で次ね、カーブ。ね。カーブ、ちょっとアウトコース寄りに構えてて、っ引っ掛けてね、左バッターの足元に行っちゃったから、あれはね、もうね、ブロッキングの形に入るっていうよりも、グローブもう前出して、もう前出して取りに行かないとね、ブロッキングの形になりながら、そのままの形を維持するんじゃなくて、そのままの形から手だけ前に出して、ワンパンをショートバンぐらいでね、取りに行くとまた違うんだけども、まあ大きくね、弾いて、まあそれでね、ランナーが、帰ってくるっていうところでね、まあ、それで逆転だからね、こう2連チャンワイルドピッチで逆転はね、正直、まあ、痛いね。これはね、まあ、友杉がね、いいスタートを切ったっていうのもあるけどもね。でね、ロッテは6回表、ワンアウトからね、藤原、セカンドゴロ、奈良間、ファンブレーラ。超簡単。あとエスコンフィールドホームグラウンドだからね、まあ、今年初めてだからね、そこら辺まで慣れてないところあるけども、そういったところはちゃんと処理していきたいね。で、その後ね、山口がレフトへね、タイムリーを2点タイムリーを打ってもね、まあ、ジエンドっていう形だけど、まあ、この日ね1番に入った藤原が5打数2安打、2番入った友杉がね5打数3安打1安打1盗塁っていうところで、これでショート勝ち終わるのかっていうね、ここまではいいね、活躍が見えてますねっていうところでね。まあ、一般もやっぱりこれ、ミスから失点っていうところがね、今年もうシーズン始まってずっとあるからね、ちょっとピッチャーもかわいそうっていうところでね、まあ、ここがどうなるのかっていうところはあるけどもね。で、まあね、ロッテは7回裏ね、じゃあ日本は7回裏、万波がね、サードゴロ、打ったところをね、ロッテはファースト、茶谷がね、だいぶキャッチでね、ピンチを拡大しないでね、しっかり抑えるっていうところで、茶谷、グップレー。ここのね、やっぱりこの、守備のね、この一つ一つのプレーっていうところが、この勝敗にね、このやっぱ僅差のね、ロースコアになるとやっぱり影響してくるよね。で、19日の試合3対4でロッテっていうところで、まあこの日もなんだけどもね、両先発、ロッテは先発ね、ボリ。5回3分の1、89、5安打2三振、1四球2失点と、まあフォームのバランスはめちゃくちゃいいね。で、腕もコンパクトに出てくるし、ストライク先行で要所で低めにしっかり投げて、まあフォークスライダーっていうところね、非常にいいピッチング。でもね、時折やっぱりね、まっすぐが高めに行くところが怖いから、そこはね、修正していきたいなっていうところと、狙って投げてるんだっていいけどね。あとはまあね、安定感あるピッチングできそうだから、非常にね、グッピッチ、よかったね。で、日本ハムね、先発伊藤っていうところでね、まあ、若干やっぱり WBC って帰ってきて調整難しかったかなっていうところはあるけども、6回101球、5安打4三振、2球1デッドボール4失点、の中で、まあね、自責は3っていうところでね、またちょっとミスから失点で足引っ張られるっていうところはあるけども、ロッテは2回表ね、2アウト1塁から3ボール1ストライクになって井上がね、アウトコース高めを積極的に、まあ見逃したボールかなっていうところだったけどね、積極的に打ちに行ってライトでツーランホームラン、頑張って。ね。で、日本は2回裏ね、下位打線ですぐにね、
1点取ったっていうところは非常に良かったのよ。ワンアウトからね、八千がライト前ヒットで、宇佐美フォアボールで、水野はねライト前タイムリーヒットで、まあね上川畑に先行かれてね、ここは水野はね、去年の今頃だって水野かなっていうところだったけどね、上川畑に上に行かれて、ここはね水野がしっかり踏ん張りたいっていうところでね、この1点取って、おこれいけるなっていうところで良かったんだけども、ロッテは3回読んでね、先頭平沢がね、二遊間、抜けそうな当たりをショートね八千が、取ったんだけどね、こっから判定して、もう高騰大悪送球でランナー二塁、しかもこの試合やちね4打数3打2打点と打ってんのにこのミスが痛かったね。まあちゃんと投げてたアウトだったと思うけど、まあ難しいプレーではあったけどもね、あのもうトランプでプリーみたいな、もうスタンド入るかっていうぐらいのね大暴投だったからね。で、あのその後藤原がねレフトでツーベースで、で友杉バンドで中村のね、ショートゴロの間に三塁ランナー藤原がねめちゃくちゃいいスタートを切って、まあ、2点取るっていうね、せっかく1点取ったのにね、それをミスでランナーを出して進塁させてねっていうところで失点になっていくっていうところはね、非常にこのね試合の展開的にも悪いし、しかも点取った後だったし、まあ、こういうのが続くところがねちょっと日本ハムとしては苦しい展開で、しかもね日本ハムはねこの6回ね清宮ツーベースから最後ねあの八千がタイムリーを打って1点同点で、8回裏もね八千がタイムリーを打って3点目取るんだけどもね、やっぱこのミスの失点がやっぱ足かせになって1点足りずにね敗戦っていうところではちょっともったいないよね。正直うまくやったら勝てた試合だからね、あの2試合ともにね。でその中でねロッテキャッチャーエンブラね頑張ったね。しかし8回ワールドピッチ、足硬いから足が動いてないから手だけで行くからまっすぐ引っ掛けたのがあの届かないんだよ、もっと下柔らかく行かないと、下カチンって固めすぎて力入りすぎやろっていうね。まあでもね久しぶりの試合になったと思うけどね、スタメンね非常によく頑張ってねこの森をねリードできたと思いますね。で20日の試合2対0で日本ハムっていうところで、この日はね日本ハム、ピッチャーね鈴木っていうところがね非常に頑張ったね、あのアンダースローね中3日で先発っていうところになったけどもね、初球ねボールになること結構多かったけども、しっかり2球目でストライク取ってその後ストライク重ねてボール先行してもこのあたふたしないでどんどんストライクの中で緩急つけてあの勝負できたっていうところは非常に大きかったね。6回79球1安打1三振1球1デッドボール無失点でね、球数も少ないし緩急をうまく使えたっていうところもね本人もねコメントしてたけども、サイドスローからアンダースローになってそれまで使えなかった緩急っていうところをうまく使えて投球のバランスが良くなったっていうところでね非常に素晴らしいピッチングだったし、まあロッテもねメルセデス6回92球3安打1三振4四球 1デッドボール2失点と5四球出しながらね、まあ2失点よく踏ん張ったかなっていうところはあるけども、なんといっても打線が3安打しか打てなかったらちょっと勝てないっていうね、ところで、まあ日本ハムはね3回先制するんだけども、先頭矢沢フォアボールでねこの1番に帰って今川がライト前ヒット打つんだけど、これでね矢沢がしっかり3塁まで行ったっていうのがねぐっそり非常に良かった。だからねその後の松本の犠牲フライで1点取れるっていうのもあったし、4回もね先頭万波のレフトでツーベースで八千が送りバンド決めて七間が犠牲フライでねしっかりコツコツとね1点ずつ取れたっていうのは大きかったけども、やっぱりね先頭が5回も出てるからで、ね、もうちょっとやり方によってはねあの点取れたかなっていうところもあるけども、まあそこはねやっぱりちょっと今はね厳しいチーム状況っていうのもあって、まあこれでねしっかり勝ち切れるっていうところは大きかったかなと。あとまあ8回ね先頭江越がねレフトでツーベース打って、で松本がねセーフティーバント、やっぱりねエスコンフィールドはね芝生がねやっぱ転がらないからね、ああいうのは有効だね。で一三塁になってねこれ初球から盗塁したアウトなんだよね、ここら辺ちょっとちぐはぐっていうところもあるし、でここでね追加点取ってればもっと楽だったのに追加点取れないっていうところもあるし、19日の試合もね言い忘れたけども最終回ね一三塁になったわけで、ここでまあ点取れなかったんだけども、昨年だったらここで作戦とかしてたと思うの、今年あんまりね去年みたいな作戦がね全くダブルスチールとか動かないっていうところを考えるとね、ちょっとどうなんだろうって、もっと動いた方がいいんちゃうかと思うけどもね、まあ応用なのかなっていうところはちょっと疑問に思いました。しかし結果ね2勝1敗でロッテの勝ち越しでした。さあ続いてオリックス対楽天、18日1対5で6点、19日2対1でオリックス、そして20日3対1でオリックス、オリックスの2勝1敗の勝ち越しっていうところになりましたけども、まあ、18日ね5対1で楽天っていうところで、オリックスね7回まで完璧な試合展開、一気に勝ついいゲームだったけどもね、まあ、山岡ね5回3分の1 86球3安打4三振2四球無失点と、まあ、真っすぐ縦スラそしてチェンジアップと縦の変化でね緩急つけてしっかり好投できたかなと。そしてね6回ピンチを作るもここでピッチャー交代、宇田川がねしっかり楽天打線をね、抑えてワンアウト1、3塁からねフランコセカンドフライで、岡島のねセカンドフライ
ていうところでね、ツーアウトを取って、でしっかり買いまたげでね、7回も、しっかりピンチを作るけどもしっかり抑えてね、でその後ねワゲスパック平野っていく予定だったんだけどもね、まあそこでね、まあやらかしちゃうわけだけども、まあ楽天のね先発則本もね、6回102球4安打6三振2四球1失点と、まあ、真っ直ぐカーブスライダーフォークチェンジアップと球種偏らずね、非常にバランスよく、しかも150キロ前後のストレートを中心にね、巧みの投球で非常に素晴らしかったと思いますね。でオリックスはそんな中ね、4回裏ね、杉本がセンター前で西のバンドで、ここで紅林がね1軍昇格してきてセンター前タイムリーグバッティングね、開幕2軍にねスタートになってどうなることか、野口がレギュラーなのかっていうところでね、まあここはね、しっかり2軍でね、もう一回ね、思いを込めてきてね、しっかりここでね、結果を残したっていうところは、まあ本人もね、ベンチも嬉しかったんじゃ、ないでしょうか。で、このままね、今日でね、1対0でいくかなって言ったら、そんなね、問屋が下ろさないっていうところで楽天はね、8回表、ピッチャーワゲスパック、ね、ワンアウトから西川のね、サードゴロ、頓宮がエラー、ね、これもよ、待って、逆シングルで取ろうとして、合わせきれなくて、弾いてエラーになるわけよ。でもそんな速い打球じゃなかったから、もうキャッチャーじゃん、トング。ボディストップでブロッキングいかなきゃ、体止めたらファーストオンだけだから。あれはね、若干ね、こうね、やっぱキャッチャーだからこそ体で止めてもファーストだからね、行くべきだったかな。で、そこでね、ランナーを出してから、浅村がね、なんと高めの完全なボール球を思い切ってレフトにね、ホームランっていう力あるで。で逆転で、その後もね、フランコフォアボールね、山崎ライト前ヒット、辰巳フォアボールで、で茂木がね押し出しのフォアボール、ピッチャー本田からね、で3点取って、で9回にもなんとね浅村がバックスクリーンへホームランっていう、打ち出したら止まらないっていうね、ところではこのミスからね、だから楽天としては前にね、フランコがねキャッチャーゴロファーストに投げて、ファーストが振り逃げをファーストに投げてフランコが落として、でそこから中村晃にホームラン打たれたように、全く逆の展開だから、楽天としては行ってこいだね。ね。そこをね、うまくつけたっていうところは、本当に、両極端なね、試合展開だったなっていうところはあるけども、やっぱ、頓宮にはね、体張って止まってもらいたかったなっていうね。で、19日、2対1で、オリックスっていうところでね、オリックス先発立ち回り、8回96球、4安打4三振、3四球1失点と、対楽天戦9連勝っていうところでね、まあ、4月12日にね、もう投げて、2週連続で、楽天戦っていうところになったけどもね、非常に前回登板と変わらず、ピッチ。ね。で、まあ、フォアボールね、3つ出すも、2アウトからっていうところでね、大きかった。先頭じゃなくてね。で、あとはね、そこが大きな痛手にならずっていうところもあったし、相性の悪いね、炭谷もしっかり抑えてね、4回に、まあ、1失点取られるんだけども、この1失点のみっていうところはね、非常に、いいピッチングだったと思います。で、楽天はね、4回に先頭フランコがセンター前。で、岡島のね、バンド失敗して、おいってんで、炭谷ピッチャーゴロ、おいって言ってね、で、2アウト2塁になるけども、小深田がね、ライト前、グッと、タイムリーヒット打って、1点先制してね、まあ、昨日の流れの中、どこまでいけるかっていうところでね、ピッチャー早川、6回100球、5安打5三振、2四球無失点と、先頭をね、すべて仕留めたっていうところが、この好投大きい。まあ、田島と一緒。ね。まあ、早川もね、フォアボール2個だけど、田島もね、まあ、フォアボール3つ出すけども、ツーアウトからっていうところで痛手が少なかったし、早川もね、先頭をすべて仕留めたっていうところもね、好投に向けては非常に大きかったと。しかも対左っていうところがね、キーポイントになる中で、外一辺倒にならずにね、インコースストレート、そしてチェンジアップっていうところを高めに使ってね、変化もつけて投球したっていうところはね、成長かなと、思いますと。で、6回ね、ピンチのしのぎ交代っていうところで、この交代時期もね、非常に良かったと、思います。で、早川はね、6回しっかりピンチをしのいで、で、そこでね、500ごめんでピッチャー交代、鈴木っていうところでね、で、ここで紅林先頭フォアボールね、これ、先頭早川を抑えてきて、ね、田島も抑えてきた中で、ここでね、先頭フォアボールです。で、宗が送りバント成功させて、中川サードライナーでアウトを取るけども、ね、茶野に代わって代打頓宮、ね、これが見事の同点タイムリーヒット。グッズ。ナイスバッティング。ね、ライト前へ。まあ、前日のね、エラーを帳消しにするね、この同点タイムリーっていうところは大きかったし、でね、今度8回ね、先頭森がね、ファーストへの内野安打っていうところで、ファースト伊藤もね、まあ、確かにね、速い打球だった、前日の頓宮の時と違う、それよりも速い打球だった、ファーストゴロね、速い打球をね、このグラブで弾いて、これ内野安打にして、その後ね、シュインデルにワンアウト二塁からセンターへタイムリーヒットを打って勝ち越しされるんだけどもね、まあ、バットとかじゃないよ、でも試合の勝負どころっていうのはそういう紙一重のね、このもうすぐのところのね、球際の強い弱い、取れる取れない、アウトにするセーフにするっていうところが、結局こういうロースコアの接戦の中では勝敗を分けるわけよ。だからね、
難しかったよ。難しくてもできるかもしれない。それをね、完璧なヒットじゃない、それをね、キャッチで取ってればどうなってたか分かんないけどもね、まあ、もちろんそれをね、オリックスがね、その後しっかりね、あの得点に結びつけたっていうところは素晴らしかったけど、そういった紙一重のところがね、やっぱり勝敗を分けるっていうね、まあ、前日と同じような展開だね。でこの日オリックスはね、首位に出る4打数3安打1打点とね、なんか柔らかいからね、膝もこのバットコントロールもね、良さそうな感じがするけどね、どうなんだろうっていうね、なんか長続きなかなかしないからね、最近の外国人はね、そういったところは思いながらも、まあ、この日のね、首位に出るの活躍があったし、当日ね、あの小話としては試合出るつもりで球場来てなかったら出ててびっくりしたっていうね、ところでびっくりしながら出すと逆にいいのかもしれないっていうね、ところの勝利でしたね。で20日ね、3対1でオリックスの勝利っていうところで、モジックオリックスね、まあ、山崎幸也、ね、先発するんだけども、しっかりね、自分の投球を心がけて、6回3分の2、77球、1安打4三振、無四球1失点と、非常にね、緩急もついて、で、打たせて取る。ね。で、しかもホールアウトがめちゃくちゃ多いっていうところではね、本人の自分のピッチングはね、しっかりできたんじゃないのかなと。で、楽天先発、藤井さんもね、6回3分の1、97球、4打5三振、3四球3失点と。いや、ストレートね、めちゃくちゃ力あったし、で、変化球は低めに決まってたから、まあ、あの、中川のね、ホームランが、ちょっと高めに浮いたところをね、ポンってね、仕留められて打たれたっていうのはあるけども、まあ、失点3だけど、自責2だからね。まあ、そういったところでは非常にね、いいピッチングだったと思う。ね。まあ、攻められないね、藤井らはね。で、この中でね、楽天もね、3回表に太田のホームランでね、先制するわけ。でも山崎幸也はこの1失点のみでね、しっかり後続を抑えて、楽天もこの1安打のみ。しかも、2005年のロッテ対中日戦のピッチャー上健進さんで、完全試合するかどうかのところで、イスンヨップがホームラン打って、ランナーを出さないで、28人で、完封、てか完投勝利、それ以来らしい。ね。で、これで、オリックスが、ね、すぐ行ったら大きかったね。これ、ツーアウトからだけど、胸センター前ヒット。で、森がね、タイムリーツーベースで1点。これ、同点大きかったね。で、しかもこの日からね、胸を2番に置くっていうね、久しぶりに。これがまたいい感じで回るっていうね。で、5回の裏にもね、この中川がね、そのちょっと甘めに入ったストレート、ホームラン。で、7回の裏ね、こちらのファーストゴロ、ね、鈴木大地、エラー。まあ、ちょっとイレギュラーしたかな、パーみたいな。でも前日と一緒。そういう紙一重のところができるかできないかが大きい。ね。で、その後ね、茶野が盗塁。で、中川三振するけども、胸がね、レフトタイムリーね、ツーベースっていうところで3点。これ大きかったね。で、オリックスのね、投手陣はね、その後、比嘉、山崎颯一郎、ワゲスマツ。完璧なリリーフで、1安打、ね、1失点で抑えて、見事な勝利。まあ、これはもうね、楽天としては完敗。まあ、やることなしっていうね、まあ、1安打でね、なかなか勝てないっていうところで、まあ、逆にね、本当山崎さんは自分のいいピッチングができたっていうところとね、要所要所でね、しっかり得点できたっていうところもあるし、やっぱり楽天はね、ミスっていうところがね、なんかこの3試合ね、ミスがまた失点にね、つながっていってね、非常にそこはまあ大事なところのミスだったからね、まあ、そのね、紙一重っていうところが、やっぱりこのロースコアの展開ではね、非常に大きくなるっていうところがね、分かりやすい3連戦でした。結果ね、オリックスの2勝1敗で勝ち星でした。続いて、西武対ソフトバンク。18日7対4で西武。そして19日3対2で西武。というところで、西武の2勝勝ち越しです。はい。ということでね、18日7対4で西武。というところで、西武先発平ね、6回106球、2安打4三振、4四球1失点と。まあ、初回ね、連続フォアボールで、ちょっと立ち上がり不安定の中、まあ、1失点でね、初回しのげたっていうところはね、非常に大きい。シュートを今度連続フォアボールで柳田三振取るけども、栗原にね、センター前タイムリーヒットを打たれたけども、ここでね、ワンアウト1塁より、次の牧原の打席で、ショートバンになるんだよね、平の投球が。で、それをね、キャッチャーの効果が大きく三塁側に弾くんだよね。で、それを見て、セカンドランナー近藤が三塁に進塁しようと思って走ったけども、三塁方向に転がった方から、そのまま取って三塁アウトになるなと思って、途中で引き返そうと思って、セカンド変えるところをキャッチャーの効果が素早く取って、セカンドスローして、近藤がアウト。これがね、結局は両チームにとって、めちゃくちゃ大きいプレーになった。だから今度もね、隙をついていこうっていうね、まあ、ソードランク、牧原のようにね、行こうと思って、選手は良かったけども、判断まずかった。サードマンって。このプレー、めちゃくちゃ大きい。ここがよくね、プレー、アウトでした。ね。で、ここで、その後ね、牧原が三振して、1失点でしのいだのが、結果的に大きかったかなと。で、ソードバンクね、先発石川、4回3分の1、83球、3安打、5四球、4失点と、まあ、5四球出しながらね、粘ったけども甘く入ったところをね、4回、これ東京ドームで行われた試合、4回ね、外崎に
ライトスタンドへホームラン、ね、でその後中村拓也にレフトスタンドへホームラン2者連続、ね、で、5回、ね、小玉フォアボールで相手にね、フェンス直撃のツーベースを打たれて、で若林三振取るけども、殿崎の時ねワンアウトに三塁、ピッチャー又吉に変わったけどもレフトスタンドへスリーランホームラン5対1、あこれで3点入って、でその後ね中村がレフト前ヒット、でペイトンが、又吉から右中間へツーランホームラン、一気に5点7対1ゲームセット。殿崎祭りだわっしょいわっしょいっていうね東京ドームの、試合だったかなと。でもソフトバンクねこれだけで終わらずね、7回表にね今宮の犠牲フライで、8回表にね近藤の、ファーストゴロの間に、1点取ったっていうところでね、この終盤ねやっぱこのままで終われないっていうところはねソフトバンクの強さかなっていうところもあったしね、あとはねこの6回裏ね、6回表ね2アウト1塁からレフトフライね、フェンスの方行くわけ、それをねレフトペイトンがジャンピングキャッチ、フェンス際ねでアウトにするんだけども、あれもしねジャンプして取れなくてフェンス上で転がっていったら1点ね入ってたかも分かんないんでね、そういったところではこのねペイトンの守備っていうところも非常に良かったね。こういったところがね後々言うんだけどね、中日のレフトのアキーノとの大違いっていうねところで、やっぱりこの外国人選手の守備っていうところもね何気に大きいなっていうところがね、感じるこのね、開幕してから約1ヶ月、まあ3週間ぐらいの、展開にね、見えましたね。で19日ね3対2で、セーブっていうところで、セーブ先発隅田ね6回98球5安打4三振3四球1失点、初回バタついたけどねちょっとねボール先行してね、でもそこからはねしっかり抑え切ったっていうところでね、もう久しぶりにもう1年以上ぶりのね12連敗で止める勝利っていうところではね、クピチ、まあ、初回本当にねボールボールになったりフォアボール出したりするんだけども、まあねこれはもう前回の動画でも言ったし、まあ日刊スポーツのね佐々木の評論でも書いてますけどね、まあねこの試合もねやっぱりしっかりねストライクゾーンでね勝負できたっていうところがまあ大きかったと思うのでね、まあ隅田だけのことを言えばね、1点をね西武が先制して、まあ初回ね若林のセンターバックスクリーンのホームランっていうところを打ってね、4回表に、2アウトからね中村家センター前で、初球の甘めのストレートを、ね、増田に、センターオーバーの、ね、タイムリーツーベースを打たれて同点になるんだけど、これでいいのよ、ね、もうどんどん甘めに強い球行こう、そこで緩く、ね、曲げたり緩急使っていこう、ね、この前も言ったけどそれキャッチャーに任せよう、リードはねどんどんストライク取りに行こうで、ね、ここがやっぱり、ね、大きかったのが、まあ、初回ねもう、そうだけどもこのね2アウト1、2から牧原にね、投げたワンボールからもね甘めのストレートだったけども、セカンドフライ、そして、5回シュートをね先頭フォアボール出すけども近藤にね初球のストレートっていうところがね、ファーストフライで、柳田にもね2ボール2ストライクからね甘めだったけど、ね、しっかり投げ込んでファーストゴロっていうところでも打ち取ってるし、で6回ね先頭牧原がツーベースで打たれるけども今宮にね初球のストレートライトフライっていうところでねしっかり打ち取って、でまあタッチアップされるけどもねその後中村晃のところでねセカンドゴロでホームでアウトにしてね、追加点をしのぐっていうところでね、まあこのね5回ぐらいあったんだけどもそのね甘めでっていうところ、でも打たれたの1回だけなのよピンチで、あと4回全部抑えてるんだよ、だからね甘めに投げるっていうことね打たれる可能性ある、でもそこからやっぱりやっていかないとね、勝ちたいね、打たれたくない、厳しく投げなきゃでボール先行で最後甘く投げる打たれるっていう最悪のパターンだ、ね、勝ちたいだからこそ打てるもんなら打ってみろ、ね、甘めに投げていってカウントを良くしてからコースにしっかり狙う、これがねやっぱりねストーリーとしては一番いいから、ね、これはもうねこの試合のねソフトバンク打線に対しても臆することなく甘めでもしっかり投げていってからカウントを整えてからしっかりコース、あとはねカーブスライダーチェンジアップと多彩な変化球がある中でストレートはしっかりね甘めでも強い球投げてそこから変化球で散らすっていうところがね非常にできてたと思うんで、まあ、この試合をね天気にねこういうピッチングをしていって、あとはね今までも打線の絡みでね勝てなかったっていうところだけだからね、ここからねまたストーリー隅田ストーリーをね引き継いでいってもらいたいと思います。でソフトバンク先発東山ね4回3分の287球5安打3三振2球3失点と、まあねこの日本のホームランに沈むっていうね、まあ、前日と同じ展開、初回若林にホームランを打たれて4回ねマキノンに、ツーランホームランを打たれて、まあ、そんなに悪くなかったけどね、まあ、このホームランで、まあ、3対2で沈むっていうところだしね、であとはねソフトバンク増田ね、まあ、状態良かったから一応上がってきて、上がってきたらすぐ使う、でそしてね4回のタイムリーで9回のホームラン、あそうやってた ねこういったところでね、まあ、こういうのもいいね、やっぱり良いから上げてくる、上げてきて使うと結果出すっていうね
ところは必死後にね、チームとしてもいいしね、増田にとってもいいしね、これがまたチームの活性化になるからね、負けたとはいえね、この増田の活躍っていうのはチームにとってまた楽しみな一つだからね、この金曜日からの試合ね、まあ、使われるのかどうか分かりませんけど、注目して見ていきたいね。ということで結果ね、2勝で西武の勝ち越しでした。続いてセリーグ、巨人対 DeNA、18日、長崎で14年ぶりの試合、0対2で DeNA、この日、日本放送で解説しました。はい、19日、5対1で巨人ということでね、佐賀での試合ね、1勝1敗で5分という形になりましたけどもね、18日、2対0で DeNA というところで、DeNA 先発、石田ね、8回102球、4安打発散し、無四球無失点と、もう完璧としか言いようがない。見ててね、打たれそうな気全くしなかった。ね、特にね、この対角線、クロスのストレート、カットボールは制球力抜群だし、アウトコースにカーブ、チェンジアップで緩急つけて、すべてね、完璧、クッピッね、ミスターコントロールっていうね、もうミスコントロールほぼなかった。ね、で巨人先発戸郷ね、7回3分の1、102球、7安打1三振、1球2失点と、これはまあ攻められない。この敗戦をね。まあでもね、三振が1個しか取れなかったっていうところでは、DeNA 打線のね、好調の証かっていうところはあるけどもね。DeNA はね、4回表、強打のね、ショートで悩んだ。ここでね、ショート門脇ね、三遊間結構深い位置だったけども、よく取ったんだけども、そこからね、大遠投になって送球が中途半端なワンバンプラスライト方向にそれて、なかなか取れなくてね。これはね、ちゃんと投げてればね、タイミングはもうアウトなんだよ。ね。で、その後宮崎がね、インコースのストレート、詰まりながらね、腰の回転とこのね、肘の抜け方でね、しっかりフェアグラウンドで落としてツーベースっていうね、あれ芯に当たってたらファール。で、もうちょっと詰まってたらサードゴロっていうね、ところをうまく乗せてね。で、その後牧三振。で、桑原がね、詰まったレフトフライで、これね、チャンスがついえるかっていうところでね、関根がフォアボール。ツーアウト満塁になって、外がね、初球のストレートを打つわけ。そしたら、二遊間抜けそうになるところを、セカンドね、中山が取るんだよね。取って、セカンドに投げたんだけども、門脇も二遊間だから追いかけていってんだよね。で、中山が取るって思った時に、そこから慌ててセカンドベース寄り行くんだけど、これは普通のプレー、仕方ない。で、中山が取って、セカンドにトスして、門脇がセカンドベースに入りながら、ね、フォースプレーっていうところで、関根が嫌のような走塁で、低いスライディングで、トラーンってきて、セーフ関根、グッソーリー、グッスライディング。ね、これで1点入るんだけども、まあ、外がバッターっていうことを考えたら、中山があそこで取って、ファーストに投げるっていうチョイスもあったと思うけども、あれはもう二遊間の中山、門脇を攻めるんじゃなくて、関根のコースライディングを攻めよう。それぐらい素晴らしいね。走塁だったし、あれをセカンドでフォースプレーって思うのはね、これはまあ普通の選択肢だと思う。それをね、覆した関根の走塁っていうところが非常に素晴らしかったかなと。で、8回、ね、佐野が、ね、インコースのスライダー、ね、ファースト線を抜けるね、ツーベースを打って強打送りバント。で、ま、宮崎がね、キャッチャーインコース高め構えてたけどね、ちょっと引っ掛けてアウトコースに行ってね、それを見逃さないでセンター前ヒットっていうね、こう追加で完璧だね、流れっていうね。で、まあここでね、石田川で最終回山崎康明が抑えるんだけどもね、まあ巨人で言うとね、唯一はね、このね、6回裏、ワンアウト二塁、これでね、オコエがサードライナー、ね、宮崎が逆シングルでライナー取るんだけども、まあ、これがね、これが抜けてればひょっとしたら違う展開かもわかんないけども、これぐらいだった唯一のチャンスは。ね、まあ、あとはもう完璧なシャットアウトでございます。はい、で19日ね、5対1で、ジャイアンツの勝利っていうところでね、この試合はね、浜口宮崎の佐賀県出身凱旋試合っていうところになりましたけどね、まあ、巨人山崎よりね、ちょっと出遅れてましたけど、7回102球、4安打5三振、1四球1失点と、まあ、真っすぐシュート、スライダー、フォーク、しっかり丁寧にコースに投げて、しっかり腕も振れたっていうところでは非常にね、グッピチ。ね、吉川がね、5試合ぶりのスタメンっていうところでね、2回に、しっかりね、犠牲フライ。ここも大きかったね。DeNA はね、2回にね、牧がセンターへツーベース。で、桑原がね、のゴロで、3塁進塁して、ワンアウト3塁から関根をね、タイムリーヒットで1点取ってね、いい流れで DeNA が行く中でね、2回の裏に岡本ヒットね、で、丸がヒット。で、ノーアウト1、3塁から、ブリンソンがレフトにタイムリーヒット。で、大城が送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁から8番吉川がね、レフト犠牲フライっていうね、これ勝ち越しっていうね、これすぐ行けたらよかったね。それがね、長崎の試合と一番違うところ、すぐ行けたっていうね、ところで。で、DeNA はね、先発浜口。7回96球、8安打6三振、1四球4失点と。まあ、佐賀でね、凱旋試合飾れずっていうところになったけども、まあ、最後ね、この、7回に、吉川に、大城フォアボールから吉川にツーランホームラン打たれるんだけども、まあ、そんなに俺は悪くないと思ったけどね。
見てても、まあ仕方ないね。DeNA はこの試合4安打でね、打ち合いにならずっていうところで、ちょっと仕方なかったかなっていうね。まあ山崎よりのね、好投に、ちょっと手も足も出なかったなっていうところでは、まあ仕方ない敗戦かなと。まあ浜口もね、最後まあ4失点っていうところだけど、まあそんなに俺は本当に悪くなかったと思う。ね。このね、7回裏の時もね、このノーアウト1塁から吉川どうすんのかなと思ったらね、1、2球目はバントの構えしてボール。で、3球目はね、バントファールして。で、2ボール1ストライクから今度4球バッサーの構えで打ちに行こうとしてボール。で、3ボール1ストライクになってから5球目ね、ホームランっていうところで1球ずつね、サインが変わりながらね、それをしっかり最後仕留めたっていうところではね、吉川。ね、ベンチもね、いろんな策持ってどうにかして追加点取ろうとする中でね、カウントを見て、バンド、バスター、打つのっていうのを的確に変えていって、最後はね、この吉川がね、それをね、仕留めたっていうところでは非常にね、素晴らしいホームランだったかなと。でね、中田もね、7回。ハーラートップのね、8回か、8回にね、ハーラートップの、ホームランっていうところでね、5号、ね、ホームランっていうところで、この一発もね、ダメ押しとしては大きかったかなと。でね、巨人はね、このちょっと対比で面白かったのが、前の試合でね、その門脇のね、深い位置からっていうところもね、7回表にね、先頭桑原が三遊間深い位置に打つんだけども、ね、ショート中山がそれを取ってね、ファーストへダイレクトスローで送球アウト、ね、桑原もヘッドスライディングっていうところだったけどもね、しっかり送球してアウト、これがね、門脇と中山のね、こう違いなのよ。これもしね、桑原ひょっとしたら出してたらね、ひょっとしたらこのね、7回の表で同点追いつかれてたりしながら、7回裏のね、吉川のホームランはなかったかもしれないから、そういった意味ではこのね、中山のね、7回表の先頭桑原のあのプレーっていうのはね、非常に大きかったし、前日との、ね、プレーの比較としては非常に分かりやすいね、同じような箇所の、ね、プレーだっただけに、門脇もね、そういうの見習ってね、やっていきたいなっていうところはあるね。まあ結果ね、1勝1敗の5分でした。続いてヤクルト対中日、18日松山での試合2対0でヤクルト、そして1日挟んで、20日3対2でヤクルトのサヨナラ勝ち、神宮でっていうところでヤクルトの2勝で勝ち越しっていうところでね、なりましたけども、18日の試合ね、ヤクルト先発サイスニード6回102球7安打8三振3四球無失点と、まあ、若干制球ねばらついたところもあったからやっぱ球数ね多くなったけど、その中でしっかり好投っていうところで、まあ高めに強い球、低めに変化球っていうね、でさらにね、低めにストレートも決まって3勝目っていうところでは、今年やっぱりね、開幕からね、サイスニード非常に調子がいいピッチングだったと思います。で、中日先発枠井ね、5回89球3安打5三振2四球2失点1席1とね、援護に恵まれずね、もう恵まれなさすぎっていうね、でここまでもね、しっかり最少失点で抑えてんだけども、全然点取ってくれないって、まあでも今に始まったことじゃないからね、まあ中日はね、ここ数年言われてきたこの課題っていうところがあるからね、まあ仕方ない、もう枠井で頑張れって言いたいね。まあその中でね、まあ打てないだけだったらいいんだけど、守備でも足引っ張るっていうところでね、初回ワンアウトから2番宮本のね、ヤクルト、打球をね、レフトアキーノ落球って、普通に落球で、その後ね、サンタナを打ち取るも2アウトね、3塁から村上のレフトね、オーバータイムリーツーベースになるんだけども、取れたっしょ、普通に全然ジャンプしなくても取れたっしょって俺は思う。皆さんどう思いますか、ドラゴンズファンの皆さんね。それがね、グラブに空振りからあれね、絶対取れたと思うんだよね俺で、取れないでね、でこれ1ってね、4回の裏ね、サンタナレフト前、村上フォアボール、オスナヒットでノーアウト満塁から太田のね、セカンドローの間に1点取る。その後ね、ワンアウト2、3塁から中村、長岡ね、中村をしっかりショートゴロアウトに取って、長岡軽減してサイスニードもアウトに取って、涌井も踏ん張ってんだよ、ピンチを作りながら、でも足引っ張るっていうね。で、ドラゴンズはね、まあ、この日ね、8安打で0点なんだけども、まあ、毎回安打出るんだよ、でも全く繋がれない、ね。で、しかもサイスニードも先頭出さないっていうところもあるけども、出しても下位打線へ行く流れになってね、ちょっとこの打線のつながりが悪かったっていうところとね、あとチャンスでドラゴンとね、積極的に打ちに行くのは俺すっごいいいことだと思うんだけど、何でも打ちに行ってるように見える。だからなんか中途半端なね、なんか初球から振りに行ってるのに合わせたバッティングとか、初球から振りに行くのになんかめっちゃ厳しいところ打ちに行くみたいなね、で結局ボンダになるっていうね。いや、もうちょっと的絞ってしっかりフルスイングできてアウトだったらいいんだけど、なんか初球から合わせにいって言って、追い込まれてましたみたいなね、感じになるから、そこら辺はね、ちょっともっと思い切っていった方がいいんじゃないのかなと、思いましたね。で、20日の試合ね、3対2でヤクルトサヨナラ勝ちっていうところで、中日ね、ミスが多すぎてね、
本当やりようによったら本当勝てた試合だったと思うね。これもヤクルトがね初回あの2点先制するんだけどもね、竹岡がねショートに悩んだで、青木の時に盗塁してフォアボールね、でサンタナサードゴロでアウトになって、ワンアウト一三塁から村上三振取ってね、であの柳も頑張るわけで、ツーアウト一三塁からオスナがねレフトでツーベース打つんだけどもね、クッションをアキーノがまさかのトンネルっていうね、でファーストランナーがホームへ帰ってくるっていう、で2点入るっていう、どうしたんみたいな。でね、4回ね、こちらね、でもこれ中日がいいところは2回の表に石川がセンターバックスクリーンで1点取るわけ。しかもちょんと合わせただけでも結構伸びてね、バックスクリーン結構驚いた、グッパッね。でその後ね、細川がフェンスを置くツーベース打って、福永がねしっかり進塁打打って、でワンアウト三塁から木下がねセンターへ同点タイムリーって、すぐ追いつくのよ。めちゃくちゃいい流れになるよ。しかも4回もよ、だってこの日もよ、中日の方がヒットを送ってるからね、先頭木下がツーベース打つわけで、リュークがねここでバンとファール、バンとファールな、ちょっとセーフティー気味にして、初球は分かるよ、2球目はもうそんなセーフティー気味じゃなくてちゃんと送ろう、でそれもファールになって、で結果三振するわけ、進塁打打てなくてね。でその後柳がきっちりサードゴロで進塁打打つわけ、サードファーストゴロ、ファーストゴロで進塁打打つわけで、ツーアウト三塁になるわけで、ここでね初球投げた後にキャッチャーの古賀がサードずっと見てんだよ。ずっとっていうか、こうやってこれで見れる人見て、面白いからずっと見てる。そしたら次のね投球ボールに外してよ、サードにピックオフプレーで三塁ランナー木下アウトになるっていう、いや考えられへん、ありえない、本当にもう大バッティング。まだよ、ワンアウトとかでギャンブルスタート出てね、バッター空振りしたとかで飛び出しちゃって挟まれたんだったらダメなんだけど、先歩譲ってわかる。でも2アウト何をそんなに慌てるんですかっていう、そこまでスタート早く切らなきゃいけないんですかっていう、別に打って抜けてから悠々帰ればいいし、アウトだったらアウトでもそれでもいいしね、バッターがね、2アウトランナー3塁でピックオフプレーで 2-5 でアウト、考えられへん、本当にこれだけはなぜか分かんない、怒られても仕方ないくらい、ね、でここだってねしっかりできれば柳もバッティングいいんだから1点ひょっとしたら取れてたかも分かんないよ、勝ち越しでね。でその後6回ね、ワンアウト、2、3塁から先頭石川フォアボールで、細川がデッドボール でここで福永がね送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁もちゃもらったチャンスじゃん。でバッター木下ね、ちょっと詰まりながらセンター前抜けるかっていうところをショート長岡がねダイビングで取るわけでよ、これまたドスタンプレーなのよ。サードランナー石川が止まってるのにセカンドランナー細川が飛び出して二三塁間に挟まってアウトになるのよ。どうしたん、三塁ランナー石川は分かんないよ、動きだけ見てたら抜けてからゴーだったんじゃないの。だって1ミリもスタート切ってなかったよ、行く素振りも見せなかった、ゴロだったのに、ね、これがライナー気味だったら分かるよ、でもゴロだったからね。なのになんで細川が謎にスタート切ったのかっていうところと、いやひょっとしたらねゴロゴーだったのかもしれない、それを石川がゴロゴーしなかったのかもしれない、これどっちなんやっていうねところがあるんだけど、だから連携がねまるっきり取れてない。正直これゴロゴーだったら走ってたらホーム絶対セーフ、長岡が飛びついてるからね。でも抜けてからだったら、これは作戦だから別に抜けてからでもいいわけ、抜けてからだったらまあひょっとしたらその後点入ってないかも分かんないよね、代打アルモンテがいたけどもね。でもこのね連携がまたねちゃんと取れてない、やっぱこういうとこだと思う。なんかね結局点取れてなかったかもしれないけど、こういうなんかミスがね流れが悪くなるわけよね。でも7、8、9とね抑えも出てきて、まあ、9回ね田口の時に先頭ね福永がセンター前ヒット打って2アウトね1、2塁になるけども、最後大島がねセンターフライで点取れるっていうところでね、結局ねバタバタしてるわけ。でもねヤクルトもね一本出ず、ね、チャンスは作るけど一本出ず、なかなか出ずっていうところでね、フラストレーション溜まる中でね、この5回裏もね、ワンアウト満塁で石川この回で降板、石川に勝ちつけようぜっていうところでね、サンタナ6-4-3でダブルプレー、これ柳も踏ん張るわけよ。めちゃくちゃね、めちゃくちゃいい試合の中ね、中日はめちゃくちゃミスいっぱいするっていうところでね、
これはもう謎に謎本当に。でね、10回の裏ね、あのピッチャー山本中日はね、先頭、長岡がねバット降りたけどセンター前ヒットで、並木がバントで、ワンアウト二塁から途中出場の中村がセンターへタイムリーヒットでさよならっていうね。まあここまでね WBC ではね中村がもう頑張ったけども、シーズン帰ってきてね、あのなかなかねヒットが出ない中、まだ1割5分っていう中でね、これは貴重なね1点になって、いい勝ち方になったんじゃないでしょうか。ちょっとドラゴンズはねミスとかちょっとわけわからんプレーがね多すぎるから、そこら辺もうちょっとねあのちゃんとやっていかないともったいない。本当やりようによってはね勝てたと思う、あのどっちの試合も。そういった意味ではね非常にもったいなかったなっていうところもあるし、あ、言うの忘れてた、このね18日の試合、中村ね今サヨナラヒット打ったけども、この試合も4回ねワンアウト2、3塁からね、あのリュウグの打席で4球目2ボール1ストライクから、あのサイスニーとか思いっきり引っ掛けてリュウグの背中をね、あの後ろを通るカットボール投げちゃうわけ。それをねキャッチャー中村がね取るの、ちゃんとあれ取るの難しいんだよ、あの背中の後ろ行くとあの一瞬見えないからね。でそれ取る、あれだって取れなかったら1点入ってたからね、ランナー3塁からね。そういった意味ではね、あの18日の試合も、あの20日の試合も、中村がね勝利のおでん攻守にわたってものにしたと思う。中村グッドプレーということで、結果ねヤクルトの2連勝でした。続いて最後です。はい、阪神対広島、18日2対1で阪神サヨナラ勝ち、19日6対1で阪神、で20日5対7で広島というところで、阪神の2勝1敗で勝ち越しっていうねところになりましたけども、18日ね、阪神のサヨナラ勝ちっていうところで、広島先発栗ね7回113球5安打6三振3四球無失点と、で阪神先発西勇輝9回128球4安打6三振1四球無失点とね、あの岡田監督にもう最後までね責任持っていけみたいなね感じで勝負をつけてこいって言われてね、最後西がね9回投げ切ったっていうところで、もうこの2人はね非常にグッピッチ、もう非常に素晴らしいピッチングでしたね。だからもう語るべきことないんですけどもね、あの事件が起きるとはもう9回っていうね、もうほぼほぼねピンチもなく打たれてないからね。で広島はね、9回表ね先頭菊池がレフト前ヒットで、野間送りバント、で秋山はねセカンドゴロでね2アウトで、2アウト3塁からねマクブルームがフォークがね高め若干インコース寄りにね落ちてきたから引っ張り込んでね、レフト線タイムリーツーベースっていって、いやこれで広島勝ったなと思ってね、で守護神の、栗林がね出てくるわけで、先頭ね糸原三振取ってワンアウトで、梅野がライト前ヒット、この梅野のヒット大きかったね。で、木浪がねライトへ、ツーベース、これも初球ね多分梅野がねフォークをライト前に打ったから、次ねまっすぐ来るんじゃないのかと思って、多分石井のサブで引っ張り込んだんだよね。これも150キロオーバー出てたからね。でワンアウト2、3塁で、ここで渡辺ね、ちょっとフォークが高めに行くなっていうところでね、カーブ行くのよここで、で見逃し三振、この配球もね良かったのよ。で2アウト2、3塁どうなるのかっていうところでね、近本の打席で3ボール1ストこれ3ボールね1ストライクになってからね敬遠するわけ、ボールボールストライクボールになってこう敬遠するんだけども、申告ね。まあこれ結果論になるからね、何が正解か分かんないよ。でも俺最初から敬遠しないんだったら、3ボール1ストライクまで行ってここで申告敬遠するんじゃなくて、まあ、真っ直ぐでもカーブでもフォークでもこのね3ボール2ストライクの感じでね勝負だと思って投げてフォアボールって俺は良かったんちゃうかとね。で、もしいいとこ決まって振ってきてくれたらラッキーだし、で追い込んだらまたラッキーだしっていうね。だからこのここまで、それかもう2ボールで敬遠だったら分かるんだけども、3ボール1ストライクまでになったんだったら、俺はそこはフォアボール OK で勝負そこまでしてもよかったんちゃうかと思うけどね。まあ結果なんだけどね。その後佐野がね粘りながらねレフトへサヨナラを二塁打打ってね、中村クパッて、ね、これはもう梅野のヒットからのつながりが良かったね。まあ栗林こんな日もあるよっていうね、攻められないっていうところと、なんか巷でねなんか聞いたんだけど、中野のねこの打つだから8球目のファールかね、坂倉が取ってたら三振だったのに、ね、こぼすからって言ってるやついるらしいけど、取れるわけねえだろお前、あんなのあんなの取れたら運だよ本当。ファールチップ簡単に言うけど取れないよそんな簡単に、攻められても困るよ。キャッチャーを守る会、自称名誉会長の佐々木からの一言でした、ね。まあ、これはねもう完全な広島流れだったけど、よく阪神がねひっくり返ったし、西のね9回まで投げたねこのピッチングはね生きたなっていうね試合展開でしたね。で19日ね6対1で阪神というところで、阪神ね現役ドラフトを来た大竹、6回3分の2、103球6安打4三振無四球1失点ね2連勝でございますね。
ストライク先行で勝負できたっていうところと、まあ、140キロ前後のね、ストレートだけども、しっかりね、そのストレートを投げて変化球だけに頼らないっていうところも良かったし、右バッター、左バッターね、問わずしっかりインコースにもストレート投げて、ね。で、もうこれはね、こういう、このね、球速が速くないピッチャーのお手本のような投球。で、これをしっかりね、リードしたキャッチャー坂本も非常にね、グッドリード、だったと思います。で、広島はね、もうなんか連打なく、完敗です。この試合は。ね。で、この試合ね、前半は0対0で行くんだけども、5回の裏にね、阪神はね、佐藤がね、ツーベース。で、井上がライト前ヒットで、ノーアウト1、3塁から、坂本のね、犠牲フライっていうところでね、1点取るんだけども、まあ、ここでもね、5回の時もね、セーフティースクイズしてファールになって、これ一発で本当はね、決めなきゃいけないのよ。でもその後ね、しっかり犠牲フライ打ったっていうところではね、非常にね、カバーできてね、良かったと思います。で、もう一つね、この危なかったのが、6回の表ね、こう2アウト1塁からね、秋山の打席で、野間がね、この、大竹の牽制に引っかかってセカンド走るんだよね。するとファーストの大山がね、とんでもない送球をするわけ。それをショートの木浪が、スーパープレイでタッチっていうね、木浪。あれもしセーフにしてたら分かんなかったよ。秋山に打たれて同点っていう可能性もあったからね。大竹の牽制うまかったけど、大山のとんでもない送球をね、木浪よく取った。もうあれ本当にスーパープレー。どんなにスーパープレーか見たい人はね、ぜひ見て。ね。6回の表、ね、2アウト1塁、秋山の打席。あれはプレー何気にね、俺は大きかったと思う。で、6回裏に来るわけよ。ね。そしたらね、先頭近本がね、スリーベース。で、中野がアウトになるけども、ノイジーがね、センターへタイムリーツーベースでね、1点取って、その後ね、サトテルもレフトへコチョンとね、当てるやつで、2点目のね、取るっていうところで、ノイジーもね、結構ね、引っ張ってプルヒッターかなと思ったけどね、おっつけてヒットっていうところで、非常にね、うまさがある、バッティングだったなっていうところもあるしね。で、このね、5回、6回で、7回裏にもね、フォアボール連チャンでチャンスを作って、ね、近本がタイムリーで中野もタイムリー打ってね3点で5、6、7で計6点取ってね、まあもうジェンドっていうね、カープはね。で、まあカープはね、7回表に、上本のタイムリーで1点取るけども、まあこのね、やっぱり6失点っていうところは非常にね、痛かったなっていうところもあるしね。で、遠藤ね、広島先発、そんな俺は悪くなかったと思うんだよね。5回3分の1、93球、4安打5三振、1球3失点と。だからまあそんな負けだけどね、深く考えないでね、いい調整してまた次回ね、投球に期待したいなって個人的には思いますね。で、やっぱりね、この何気にキーポイントだったかなって思うのはね、3対0で迎えた7回表ね、これ1点取るんだけども、2アウト2、3塁ね、上本のタイムリーで1点取った後、2アウト2、3塁で大竹に代わって、ここで岩貞をね、変えるわけよね。で、ここで岩貞が相澤をね、サードゴロにしとって、ここが何気にね、俺はね、キーポイントだったと思う。岩貞クッピッチ、ここね、もし打たれて同点になった可能性もあるわけ。ここしっかり岩貞が抑えてからの近本のスリーベースでね、3点につながったから、何気にね、これ言わないか、誰も言わないかもわかんないけども、この岩貞のね、系統っていうところは、ベンチの策も良かったし、岩貞のね、そこできっちりね、抑えたっていうところは非常にね、いいピッチングだったと思います。で、20日ね、5対7で広島っていうところで、広島ね、先発アンダーソン、球高い初回からでね、それ詰まらせても、だから全部外野の前に落ちちゃうんだよね。で、阪神先発西純也、で、制球こちら定まらない、ストライク取るのに四苦八苦で、そこでね、打たれるっていうところで、本当両先発ともにダメだった。でね、初回広島はね、その菊池ヒット、野間センター前ヒット、秋山フォアボールでね、で、ノーアウト満塁からマクブルームタイムリーで、西川の犠牲フライでね、まあ、2点取って、まあ、横行ったらもうちょっと取りたかったけどね、いやこれ西悪いなと思いながらね、そしたら1回で裏、それ以上にアンダーソン悪い、高めばっかりで、で、近本ね、高め、あんなとこ打たれる、めっちゃいい球だったけど力がないのかなと思っちゃうんだよね。で、中野もヒットで、ノイジーがね、ライト犠牲フライ、大山ヒット、佐藤フォアボールで、井上のね、まだここも詰まりながらもライトの前に落ちるっていうね、タイムリーで、梅野のショートゴロの中にね、あれダブルプレー取るのは無理よ、3点で一気に逆転されるっていうね。で、2回の裏にもね、大山のレフトへタイムリーヒットでね、1点追加されて4対2。これ完全にこの広島3連敗ムードやなって正直思ったけどね。このワンアウト満塁からね、佐藤輝あそこ犠牲フライでもね、ワンアウト満塁から打って1点でも取ってたらまた状況は変わったと思うんだけどね。で、4対2どうなるか展開わかんない中で、また西純也もね、ピリッとしないわけ。で、4回表に西川ね、レフト前ヒット、デビッドソンレフト前ヒット。で、デビッドソンもね、この日からね、練習から、これはまあね、情報で聞いたんだけども、打ち方変えたらしいの、新しく。それがまたハマってるね、今日の試合ね。で、坂倉がフォアボール。
でノーアウト満塁から田中康介セカンドフライに打ち取ってワンアウト満塁、いやここしのいだら阪神勝てるぞっていうところでね、ケムラに代わって代打松山ね、あの初球ハーフスイング取られてうーんみたいな、でも絶対あれは振ってます、はい、でその後ねセンターオーバーの逆転タイムリーツーベースでね、一塁ランナーのね坂倉もねホームまで帰ってきて一気に逆転、松山頑張ってね、非常に大きかったかなと。まあね近本もねギリギリまで取りに行ったけどね、取れるかと思ったけどね取れなかったね、まああれは仕方ないね、打った松山のね打球の伸びの方が、すごかったなっていうね、でそこで一気に逆転っていうね、で、8回の表にねデビッドソンがまたレフトでツーベース打って、でノーアウト2から坂倉のねファーストゴロ、大山がこいつっていうところでね、グラブに当たってね点々と転がってセカンドランナーがねあの帰ってくるんだけどもね、ダイソー矢野がねこれね後ろに中野いたからね、そこら辺のポジショニング見てたら大山無理にね行かなくてもよかったと思うけど、まあ行っちゃう気持ちもわかるからね、まあバットじゃないんだけどね、そういったところはもったいなかったなっていうところとね、でその後ね田中康介がバンドを決めて代打上本がねあのライト前ヒットでワンアウト一三塁だって、菊池がね三遊間抜けるゴロを打つわけ、それをねサード佐藤がね飛びついて取るわけで、座りながらねあのホームじゃなくてセカンド投げてゲッツー狙いに行ったんだけども、菊池の足が一歩速くてダブルプレー取れなかったんだけども、あれホームへっていう人がいるかもわかんないけど、あんなのホーム無理だから、飛びついた時点で座ってあそこから反転してホーム投げてたら楽勝でホーム滑り込まれてセーフになってるから、まあ、あれねセカンド行くしかない、あれでも取ってね座りながらよくセカンド投げたよ、プレーとしてはね完璧なプレーだった、ただ一つ言えるのは菊池の足が速かったっていうね、ところでまあしっかりねここで1点取れたっていうところもね、7対4になって3点差っていうところはね、まあ、非常に、大きかったんだけども、ね、また9回裏になるわけ、栗林出てきて、ね、3点差を抑えるかっていうところで、ね、中野がセンター前ヒット、ね、でこれを秋山が後出で3塁になって、まあまあ3点差あるから秋山はそこ止めなきゃいけないけども、バッと、はい、3塁まで行って、でノイジーがこういううまさを見せてライト前ヒット打つわけで、大山がレフト前ヒットでノーバウト1、2塁、これまた大逆転さよならあるぞっていうところでね、新井監督が行ってお前で負けたら本望やっつってね、ナイスアドバイスっていうところでね、サトテルレフトフライ、ずっと同じ攻めされてる、外に落とすかインコース強い球か、で代打原口ここでワンアウト1で投げた瞬間うわーぶれーと思ったの、俺生で見てたからテレビでうわーぶれーと思って、そしたら若干いい当たりしたじゃんと思ったら詰まってたんだよね、ショートライナー、そしたらよ、二塁ランナー島田が飛び出してて、ダブルプレー、試合終了、島田、バッと。あれはないわ。二点差やん。セカンドランナー正直関係ないじゃん。そんな慌てなくてもいいじゃん。サードに行くのに。ね。まだ、先歩譲ってファーストランナーだったらわかるよ。同点のランナーだからね。セカンドランナー、なんも関係ないわけ。別に。なんであれを飛び出すかな、絶対飛び出しちゃいけないプレーだったよあれは、正直。しかもあの栗林も苦しい状況の中で、あれまだランナー残って2アウト1塁だったら、ひょっとしたらひょっとしたかもわかんない中で、あれを飛び出しちゃダメだわ、ダイソーでマジで。まあでもそこをねしっかりしのぎきりね、結果はね、2勝1敗で阪神の勝ち越しっていうねところになりましたということで、ソーチェック終わりでございますね。まあでもね、お互い混戦になってきてるからね、セパも含めてね、どういう試合展開になっていくのかっていうところはね、楽しんでいきたいと思います。ということでね、金土日の試合ね、皆さんも楽しんでプロ野球盛り上がっていきましょう。ということで金曜日のソーチェックをお送りしました。ありがとうございました。